ここは私立洋蘭女学院、通称蘭女と呼ばれるこの女子校、創立以来財政界文壇芸人と各方面に多くの著名人を輩出している名門中の名門である。このいわゆるお嬢様学校の文化祭百花祭では毎年恒例の一大イベントがある。部活対抗予算争奪戦メガファイトトーナメント、各部活動の代表が来期の予算と名誉を得るべくルール無用の真剣勝負により争うのである。クラブ活動という学校生活に欠くことのできない暮らし、少女たちが最も輝く季節青春、その1ページをより充実したものにするために少女たちはモテる情熱の全てをこのイベントにぶつけ合うのである。そして今年もその季節がやってきた。はじめまして、身体操部の大久保久美です。よろしくお願いします。1年生は初々しいね。ま、かわいそうだが仕方ね、一丁もんでやるか。さあ、いよいよメガファイトトーナメントが始まりました。各試合会場より全校校内放送で熱戦の様子を実況中継いたします。実況担当は私、報道部の燃えるアナウンサー古舘一子です。よろしくお願いします。まもなく第1試合が始まります。あ、たった今第1試合の選手が入場してまいりました。
なんだ、鈴木じゃねえか。次の相手はお前さんか。ちょろいぜ。しまうんじゃねえか。日舞研究会代表小和田奈々、お手合わせ願います。
俺の稲妻サーブは無敵だぜ。稲妻サーブの山崎先輩か。ウォーミングアップにはちょうどいいかもね。こりゃまた息が良さそうだね。少々手洗いのもたまにはいい薬ってもんだ。行くぜ。留学生でゲスト参加ってのはまたいいご身分だね。けどよ、こっちは真剣ってやつなんだ。悪いが手加減しねえぜ。ネクストバイボーよね。おもろいゲームになりそうやないか。ほんまエキサイティングやね。行くぜ。
大逃げや先輩には悪いけど、俺も打倒進藤先輩に燃えてるんだ。一年坊主になんか負けちゃいられないよ。次の相手はバレー部の山崎先輩。大逃げや先輩はどーんとぶつかれなんて言ってたけど、へい、どーんとぶつかるしかないか。たとえ相手が北条先輩でもこればっかりは譲れないね。俺にとっても進藤先輩と戦えるのは今年が最後。進藤先輩を倒すのは俺さ。随分と威勢がいいな。だが実力の方はどうかな。行くぜ。Okay, fine!
俺の稲妻サーブは無敵だぜ。おっと、これは前年の準優勝の北条虎美選手、無念の敗退であります。4次期生徒会長、なんだか場違いじゃねえのか。この大会はテストのようにはいかねえぜ。勉強だけじゃ通用しないのがランジだろ。次期生徒会長は伊達じゃないってこと教えてあげるよ。いよいよ今大会も残すは決勝戦のみとなりました。果たしてメガファイト王者の栄光をつかむのは誰か。今決戦のゴングが鳴らされようとしております。この日が来るのを待ってたね。先輩ともう一度戦える日をね。Shindō先輩を倒すのは俺さ。他の誰にも私はしないぜ。後で買いかぶりだったなんて言われないよう、私も全力を尽くすわ。
行くぜ。優勝者、バレー部代表、山崎竜子。はい。去年より一段と成長したな。よく頑張った。おめでとう。これからも精進を。怠るなよ。はい。優勝か。本当に優勝しまったんだな、俺。メガファイトトーナメント。来年も熱くなりそうだぜ。